はい、まあ、よく考えたらね、このスプラトゥーン3もね練習できるじゃんと思ってね、スプラトゥーン3のチュートリアル練習していこうと思います。ここね、まあ早くインクに入って、でここねジャンプが一番早かったですね。でここもジャンプで奥まで行って、あと歩いていくと、で武器取るとこまで、まあ、まっすぐ行きます。まっすぐがね最短ルートなんでね。で行くと、で武器ゲットですね。はい、でおこれ中見えるんだ、今初めて知った。でここすぐ風船出てくるんで風船打ちます。でこっち道作っといてすぐ行く。でねこれね風船割らなくても、ね、クリアできるんですよね。だからもうこうやって進んで壁乗ってって、でここねこう新しい技使ってこうくるくちょっとだけショートカットしていく、こうやってこうやってこうね乗ってって、でこっち、まあ、上登っていくとかあるんでこう行きます。で極力最短ルートで行く、こう最短ルートで行きます。でここ塗ってこっち行くと、その進んでいくと、でこうもう直接もう90度に曲がるのが一番最短ルートだから、90度曲がっていって、で塗って上がって、でここまで行ったらあとゴールです。おー、はい、ということです。じゃあお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。